ビニール袋と紙袋があります。ビニール袋の中にはエマがいます。そして紙袋の中にはサーシャがいます。いつの間にか入っちゃうんですよね。紙袋なら良いのですが、ビニール袋は危険です。ですが無理に出てきてもらうのはかわいそうなので、魔法の言葉、にぼしぼしぼしと魔法の言葉をかけると袋から出てきました。煮干しの袋がうまく開きません。袋は開いたのですが、煮干しがなかなか出てきません。もたもたしているとサーシャが去っていってしまいました。サーシャ、サーシャはビニール袋の中へ。これじゃ意味ではないではないか。サーシャね、よかった、出てきてくれたね。これで一安心。とりあえず煮干しを食べてもらうことにしました。食べない。さあ、しょ、今で、しょうがないな。大きいんだよ、ほら、これこれ。サーシャがまたビニール袋に入ってしまいました。サーシャがビニール袋から出てきてくれました。エマ、ありがとね。ちょっと待ってね、しまないよ。しょ、こうしてなんとか無事にビニール袋を片付けました。一旦入っていいからね。サーシャはカウチの上で、エマは紙袋の中でくつろぐのでした。ビニール袋を出しっぱなしでは安心して出かけることができませんでした。ということで、これからもサーシャとエマの動画を配信していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いいたします。またグッドボタンやコメントなどもいただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。